ゴイアニア被爆事故は1987年9月にブラジルのゴイアニア市で発生した原子力事故である。同市内にあった廃病院跡に放置されていた放射線療法用の医療機器から放射線、源の格納容器が盗難により持ち出され、その後廃品業者などの人手を通しているうちに格納容器が解体されてガンマ宣言の 137CS が露出。 光る特性に興味を持った住人が接触した結果、被爆者は249人に達し、このうち20名が急性障害の症状が認められ4名が放射線障害で死亡した。国際原子力事象評価尺度はレベル5以下は IAEA のまとめた報告書によるホイールタイプの放射線治療装置。青い情報系の部分が放射線源を表す。 開口部からガンマ線が照射される。放射線、源の格納容器の構造 A 容器 B 止めは C、放射線源 D、入れこ式ステンレス構成キャニスター E ステンレス製の不高い放射線防護用内部シールド G 放射性物質のシリンダー移転のため配印となった放射線治療施設に放置されていた治療装置が盗み出されたものである。 この施設は1971年に認可を受け、医師の団体によって運営されていたが、1985年に所有権が移転し、60CO を使用した照射装置も別の場所に移転した。しかし 137CS を使用した照射装置は所有権をめぐって、地元自治体とトラブルになっており、壁の崩壊した建物と共に放置されていた。宣言は、 直径 36.3mm 高さ 47.5mm の円柱型で、さらに大型の遮蔽装置の中に入れられており、ダイヤルキーのように遮蔽物の窓に面した時のみ、照射が行われるようになっている。封入された 137CS は 93g であり、製造当初の放射能は 74TBQ、事故当時では推定 50.9TBQ であった。 熱帯病病院では同様の症状の者が数人受診しており DE も同様に流行性の熱帯病と診断された。しかし医師系は一連の患者の一部に見られる皮膚病が放射線皮膚炎ではないかと疑い始める。医師系がかつての同僚で中毒情報センター上級位の医師 L に相談したところ医師 L は保健当局の医師 J からも相談を受けていたことが わかる。保健当局事務所に置かれたカバンの中身が放射性物質ではないのかという器具が3人の医師の間で一気に高まった。周辺住民は市内のオリンピックスタジアムに隔離され、計11万2000人がホールボディカウンターによる計測を受け、249人に汚染が認められた。除染を受けた後に重症者は海軍病院に入院した。 その後、除染作業で A、B、C、C でセシウムを持ち帰った C の友人の家など7棟が解体撤去され、汚染地域の表土が入れ替えられた。しかし雨による流出対策が不十分なまま作業をした廃棄物の最終処分場が足りなかったなど、現代の水準からすると不十分だったとの指摘もある。回収された放射能は 40TB 級以上で、 封入されていたセシウムのほとんどが漏出していたことになる。前脱毛と眼下を含め全身にまだら状に見られる出血。口校などの粘膜は血色に乏しい。筋肉と内臓の多発性の出血。髄膜には多発性の出血根があり、脳脊髄液はキサ酸とクロミーで死亡する、数日以上前から脳内出血があったことを示唆する。 消化管内には大量の血便が溜まっていた。脳や肝を含む多臓器の不腫。直接の死因は多発性の出血か排血症のいずれかであろうが、その両方が同時に起きていた。他に再生不良性貧血、放射線による皮膚や抹消血管の死滅が推定される。頭部胸の不腫、まだら状の脱毛、左症を中心とした皮膚の栄子と多発する皮膚潰瘍。 筋肉と内臓の多発性の出血があり、多量のうち出血によって内臓の血流が阻害されていた。特に心臓と肺が圧迫されていた。消化管内に多量の血便と脱落した粘膜が混じる。髄液は無色透明。直接の死因は内出血によって心臓と肺が圧迫されたこと。内部被爆が最も多い犠牲者だったため外部被爆が主となるを、 髄膜への影響は少なかった。皮膚の脱色、皮膚欠損が見られ、内股から陰部にかけてが最も重度。心脳内出血、右心拡張、出血性の肺炎と、胸膜繊維化、リンパ節主張などであった。直接の死因は、気道内出血による呼吸不全だが、急性呼吸嗅白症候群と、心タンポナーでも同時に起こしている。 皮膚症状が内股に集中しているのはそこに、宣言を挟んでいたと推測され、放射される、ガンマ線を、主に胸部で被爆していたと思われる。全身の蒼白と、全脱毛。まだら状の皮膚欠損と着色。軌道内出血、右心拡張、筋肉内出血、肝、水、ひば腹腎の内出血があるが、他の冒険例ほど重度ではない。死因は、 再生不良性貧血と失血によるものであった。他に、重度の染料を被爆したのは ABCC 艇のほか、C の妻の母、宣言の入ったカバンを肩にかけていた H がおり、放射線熱症などが見られた。入院したのは、計20名であった。全員が、退院まで、プルシアンブルーを投与されたが、内部被爆から数日以上が経っていたので、体外排泄量は限られていた。 A は、その後右腕を切断。B は、右手の指何本かの切断を余儀なくされた。C は 7.0G もの染料を被爆しながら生き残ったが、脱毛や様々な臓器に問題が起き、1994年に放射線によるンとアルコール依存症による肝硬変で死亡した。また、C 邸はうつ病になり、2003年に過度の喫煙による排気腫で死亡した。 前年のチェルノブイリ原子力発電所事故の記憶が世界中で冷めやられる中、ブラジル国内では衝撃をもって報道された。汚染が見つからなかったにもかかわらず、風評被害によって農産物価格は50%下落、工業製品も40%下落、コイアニア市民は公的機関の非汚染証明書がなければ、タクシーもホテルも拒否されるという事態が起こった。 こうした差別や高濃度汚染地域からの強制退去に対して市民の反感も強くモニタリング用に設置された累積線量計を取り除いたり線量測定の作業を妨害するなどの行為も見られた死亡した4人の葬儀の際には遺体が高濃度に汚染されているとして阻止しようとするボートを排除しながら行わなければならなかった4人とも棺は鉛を打ち張りし 墓地の外れの一角に4人分の墓を分厚いコンクリートで造営して埋葬された。治療施設のあった場所は汚染が見られず現在は市民センターとなっている一方、C の自宅見解体工場の跡地は周囲に民家がびっしり立っているにもかかわらず現在も空き地のままである。ブラジルの各テレビ局は事故の記憶を風化させないために繰り返しドキュメンタリーや再現ドラマを放映しており、 C の弟は被害者の会代表としてそのほとんどに出演。また E の母も繰り返しインタビューに応じている。しかし A は事故を起こした長本人として身の危険を感じているのか顔を隠して出演している。ありがとうございます。